担当になだけお江戸のここは吉原中野町だ。人目の激しい町中で恥をかきてつもりならどっからでもかかってこい。昭和27年、日本映画黄金期の東映京都撮影所において立石、足立礼次郎らを中心に盾技術の向上、発展と継承を目的に発足した盾技術集団東映剣会。片岡千恵蔵、市川歌右衛門、中村金之助をはじめとする銀幕のスターたちの絶大なる信頼と庇護のもと、最盛期には100人を超えるメンバーが在籍した。先達より受け継がれた伝統的な型を基調とした立ち回りはもちろん、各作品に適応した動きのリアリズムを特徴としたアクションまで、現在も映画、テレビドラマ、舞台、イベント等で修練された技術を生かして活動している。はい。だいぶチェックしてきたけど、東映は26年まだ東横やぞ。釣り会できてない。そうですね、まだできてない。28年ぐらいや、確か。はいはいはい。俺は31年やから。はい、はい、で、聞くだけ聞いて。はい、ありがとうございます。釣り会っていうのはすごい集団だけど、そう短期間にね、簡単にその釣り会っていう名前を欲しいままにするなんて絶対できないからね。のたうって掴んできたわけでしょ。東映釣り会とは一言で言ったら何でしょう。まあ共に育ててもらって、共に育ったとかね、この一言、尊いとこやからな。一言で言うと仲間って必要不可欠な仲間だ。やっぱり自分が盾としてやってくれた大きな土台でした。いや、僕にとっては人生ですよ。このハリウッドまで連れてもらいましたからね。釣り会にいる意義は何ですかって聞かれたら、盾を継承するとこにちょっとでも携われるっていう名誉。京都だけではなく、絶やしてはいけない日本の文化かなと思います。僕はこの東映の、まあ、京都の伝統っていうものをもちろん受け継ぎたい、で次の世代にもつなげたいなとは思ってるんで。なぜ剣会の連中がうまかったかっていう、絶対微塵も苦を切ってないのね。要するに嘘を嘘でないように見せるっていうのはね、優れてたんじゃないかなと思いますね。まあしかし武蔵やろ、やっぱり役場によって宮本武蔵試合に参った。来たー来たー宮本武蔵、剣会の真骨頂。武蔵を追いまく、
時代劇の真髄を、ね、宮本武蔵だ。本物の盾とは一振りに全てをかけるっていう盾が俺本物だと思うんだよね、はい、一振りをもしやり損なったら命はなくなるっていうのは本当の盾のような気がしますね。東映剣会ボリューム1。これしかし感心するわ。こんなお若い上野さんは僕なんかはもう見たことないで、なんてかっこいいんだって。これどっから引っ張り出したん？これも古いね。これはまだ俺折れへんと思うで。30年か29年や。上野さんが入社されたのが昭和31年のな。1956年。一応試験やったんやで、みんな通るけどな。それどんな試験なんですか？その俳優さんとしての。そう、その時俳優さんでしたけど、どんな映画が好きやとかな、はい、誰とか一人長谷川一夫言って、はい、大変やんか、はい、試験官こんな顔して見とったそれ見て俺大体好きなバンツマさんやねん、バンツマさん松竹やん、言うたらあかん思って、片岡千恵蔵先生ですで先生つけたって監督で映画を見に行くいう時代じゃなかったんだわ。スターさんで行ってたんだよ、はいはい、千恵蔵先生はうちの近所大阪なんだけど、それにね、あれタラオバンナで撮影来はってん、それ必死に見に行った。小学校 4,5 年かな、よく見たな映画な。高卒やだから、あとなしで、あと東映や。もう他にもいい。でも東映の方が下手な大学行くよりもいろんなこと学べたで。なるほど、素晴らしい。今の言葉は美味しいです、いや本当に厳しい人ばっかりやったしな、岡田茂さんがまだ制作課長や。昭和26年、東京映画配給株式会社が東横映画と大泉映画を吸収合併し、社名を東映株式会社と改めて再出発した。坂東妻三郎プロダクションの流れを引く京都太秦八岡町にあった撮影所は東映京都撮影所と名称を改めた。当初より東映は作品に芸術性を求めることをやめ、スター俳優を主軸とした華やかなチャンバラのある時代劇にこそ興行収入を稼げる見込みがあると割り切った。すでに大スターであった片岡千恵蔵と市川歌右衛門を会社の重役として迎え、スターシステムを確立していく。よし、両音帯のみならず多くのスターたちをスクリーンに打ち出した東映京都撮影所は、当時の日本映画界でも最も多くの作品を輩出した撮影所として隆盛を極めた。すでにそのことを見越していたのか、東映ができた翌年昭和27年、足立礼次郎が腕に覚えのある者たちを集め、スターをいかにスクリーンで輩させるか、そのことだけに特化した技能集団として東映剣会を設立した。両音帯をはじめ特別会員でいるわけや。で、両音帯が高いねん、会費。次に高いのは月形先生で、大友さん、銀に橋蔵さん。面白かったね、釣り会の忘年会でな、美空ひばりさんも来てて、全員揃って上石県のとこでな、芸者層を上げ、そう本当に当時の大スターさんが来られてる。何だったんでしょうね、その信頼関係で結ばれているっていうか、はい、ひばりさんとこへ菅原さんの縁があって、はい、行かせていただいたんですけど、あの時にその剣会のメンバーのことを、うちの子って言う。剣会のことが東映の子っ
私のその要するにその今度の盾のメンバーよとかじゃなくて、もううちの子なんです。うちの子っていうと、この世界のそのいわゆる師匠とひばりさんやね、今だ古い方はみんな知ってるけどね、そのひばりさんが一番こうなんていうかね、全部意見が通った時代ね、一番こう言葉にして語ってたのはひばりさんの俺らお嬢って言うんだけどね、よかったら食事行こうか、入って間もないのよな、酒飲む時は男も女もないんだよ、酒は緊張して飲むのでは決してないんだ、ほんの喋るのが酒、それが過ぎたら喧嘩になるけど、そのと全部教えてくれたのはひばりさんね。片手上段敵の構え、美空ひばりにうちの子たちと言わせた東映剣会、どうだ、なぜ彼女はそう呼んだのか、おそらく彼女の一挙手一投足に的確に、そして俊敏に反応できるメンバーたちに対して全幅の信頼を寄せていたからだろう。それはカメラの画角の中心に常に主役を据え置いてきた足立麗次郎に望むところだったのかもしれない。じゃあイメージとしてはやっぱり足立さん以下の立石が剣会をリードしてるっていうイメージですか。立石っていうのはちょっとね、こっち側にいた、ね、俳優はこっち側にね、で一応しょっちゅうこうなって、でもまあみんなが立石を一目置いてたんじゃないかね、足立麗次郎がいたから。立石って何人ぐらいいたんですか。その7人、このみんな女子やで、足立さんだけやで、立石は。あ、そういうことなんですね。だ前作に足立さんのギャラや、その頃一万円札ないねん、千円札や、こんなんやで俺ら、こんなんいろんな人もダイソーでやられるのね、ピンチヒッターね、だからみんなそれなりにあるしね、大まかなコンテは書いて渡す。あのパッと見た感じはおっちゃんなんですよ、普通のどっから見てもただのおっちゃんです。スパッとこうしてパツッでそれでしまい、そんな感じ、まさにあの、普通のズボンとこうシャツのようなものを着られて反転を着て、いつもこのハッピーを着てね、このやっぱ袖が想定して反転をいつも着ているのは衣装の袖さばきを常に意識するためだった。で、センスでね、シップ線持ったって、いつも。それで、ってこうやって手伝う。右手に持ったシップ線は、要は盾をつけるための軍配だった。ものすごく柔らかい人っていうんですね。監督にも絶対支持するし、主役にも支持するし。だからね、敵はいない。すごい人やなと思いましたね、立花に関してもね。だから足立さん手をつけてもらってもとんでもないことなんですよ。でもね、面倒見は本当に良かったですよ、足立さん。ほんで、まあ、僕らのセット言っててね、まあ、芝居自分でつけるんですよ。おい、これちょっと三番 A で申し上げますよってところで来て、これで僕がそこになるまでやっぱりいつかと思ってね、やっぱその僕ら行ったらもう侍の方がやっぱ格好させてもらうのが夢でね。ラスト侍、5万回切られた男という異名を持つ時代劇のレジェンド福本清三、彼を最初に絡ませ主役に切らせたのはやはり足立麗次郎だった。だから初めてその音体の手をつけてもらうっていう今の覚えてますけど、石川右太門先生の退屈男ってね、その主役は旗本退屈男早乙女門戸之助を演じる北の音体市川右太門だった。その頃はやっぱり忍者みたいなのが出てくるようになりましたら、先輩なんかはそういうとちょっとねトランプにできたり何もできないんで、だから僕らの出番になってきたわけですよ。で結局もう僕らそういう音体のね芝居陣は見てますけど、それに近くとこんなところで見ることもまずなかったんですよ、今ではね。ほんで立ち寄りになってやっと手をつけてもらって、おいわってきた、俺がわっと見たら来いよって入っちゃって。北の音体はテストは軽くこなすだけだ、ただ一回の本番だけに全ての力を爆発させる。
ブワーッと顔が、おっちょいで、もう遅れてもらうから、おっさいでバーンで、その時は芝居しまへんわ、また主役も、おっさいの、うーってやったはずが、生まれたら、ガーッと、もう、もう、ライオン見たから、あの大きな顔が、うわっ。しかし、忍者の数がおびただしい。覆面で顔が見えないので、どの忍者が福本清三なのか、推し量ることができない。シブセンをタクトのように振り回し、あたかもオーケストラの指揮者のように足立麗次郎は立ち回りを操った。峰乱太郎も北の音帯の餌食になった。こんな顔が走ってくるように見えました。目の前に飲まれるってああいうことなんですよ。本当に何もできないです。あーってなって、ちょうどそこへ来たはるからおのれって言われた時、やった時にこの鼻先を切っ先が通過して正確にキュッって音がするで、その音を聞いてからわーって言え聞く前にすなよって、この正確な盾っていうのがずーっとやっぱ頭残って、カメラアングルから見てのバレないその動きを、まあ、構成する。体にバシバシこうやって当ててると、その結局本来は切らないとあかんのを、これが実際にいちいち当ててると切った風に逆に言うと見えないんですよね。武道系の人が来ると、切りに来るんですよ。あの人たちは人を切るために刀振ったり、居合でもそうなんですけども、で、東映の盾は、切ったように見せるお芝居なん で全然動きが違うん で彼らが来るとまず動けないんです。足さばきができないん で、空想の中で敵を切るからどこでも自分が触れるんですけども、でその辺が全然違くて、対敵を想像しないとあかんよっていうのは僕が実は全くしてなかったんですよ。想像してなくて、単にこう形だけ見て素振りをして、形だけ見て寄り方見て、あこうかなこうかなって思ってたんですけど、いざ現場にパッて出た時に何も使えなかったんですよ。ただ単に自分の動きを追求してただけだったんで悔しくて、まあいわゆる格闘技を我々はその表現してるわけではなくて、その芝居としてどういうふうに効果的な動きになるかっていうことはやっぱりチャンバラの方が目的だと思うんですよ。2019年東映剣会初稽古。大事なのはリアクション。シーンを想定し盾に仇討ちの心を仕込んでいく。最初は手探りでしかない動きだが、少しずつ命が吹き込まれていく。ドラマチックじゃないねん、動きが。で、怪しさもないし、今の名前だともっと危うくていい。そうじゃないと、自分の命を落として助けに来てくれてる人の甲斐がない、今やと。もっと危なくなる。こう一瞬自分の体勢が崩れた後、そこに来られるからかわしながら飛び込んでくる。心は動きの後についてくる。うわぁ口の敵、うわぁ、やっぱり切られ方の死に方の美学、これもやっぱり立ち前の美学かなと思ったりしますけどね、はい、だからどういうんですか、どう死んだらうんぬんで考えるよりまず体反応させと、体が勝手に反応するやないかと、思ったりしますけどね。いわゆる過去の名作はたくさんですけど、じゃあそれに今が劣るかっていうと決してそうじゃなくて、今やってるのが常に最高でやり続けないとあかんって思うんですよ。